かお越しいただきましたけども、夢島みたいに危険なところにその集客施設を作ってもいいのかと上昇とですね地元負担膨張の構図というそういうものが非常にますます6000億円どう回収するのかというのがそもそもですねこの大阪万博っていうのは SDGs の達成される社会っていうのを目的としてみたいに危険なところにその集客施設を作ってもいいのかというこういうところから始まりました。ご承知のように浚渫土砂と建設残土で作り上げられた埋め立て場なわけですね。1987年から夢島の埋め立てというのは始まるんですけれどもこの埋め立てをですね、規制する法律がなかったということ、そのためのルールを定めたガイドラインというのが出来上がります。でこれが2006年なんですね。で、その87年から2006年までの約20年近い間にわたって、ここに埋め立てる土砂、あるいは有害物質、こういうものに対する規制が働いてないわけです。ですから、法律に基づいて適正に処理していますと言ってもそれは2006年以降の話なのであってというこういう問題が一つあります。さらに大阪湾というのは非常に稀な地質、世界でも稀な地質だと言われています。ご承知のように関空の地盤沈下問題そのジャッキアップがいよいよ限界に近づいている夢島でそういう建築物を作っていいのかというこういう思いがある。夢島にですね、博覧会をやるあるいはカジノを移するということについてはやっぱり慎重になるべきだ考え直すべきだということでこの間運動を進めてまいりました。一つはですね、博覧会協会の姿勢、我々何回もこの協会と協議をしてきましたけれども、でもなかなか文書回答をもらえない。協会はですね、大阪市さんから土地を借りてですね、とにかく万博を開催すればそれでいいんだというような姿勢といいますか、万博に関するであるセールスは非常に情報、積極的に情報が流れるんですけども、非常にそういう点で問題を感じました。2つ目はですね、環境アセスメント、こういう状況で本当に間に合うのかどうか、そのパビリオンとかですね、会場計画と環境アセスメントの関係も非常に時間的に非常に際どいところにあるんじゃないかという、そういうことを感じました。3番目には、特に大屋根の問題、会場建設費がアップした最大の理由なんですけども、この少なくともこの財政面、環境面からしてもですね、あるいはいろんなリスクの面からしても、夢島で万博をやることはどう考えてもまずいんじゃないかと。夢島の都市計画が2年前に変更されました。大阪市民に対してどういう影響を与えるかという危惧のもとに申し入れをいたしました。当時コロナ以前に論議をした都市計画がそのままでいいのかという疑問を当然私たちは持ちます。で、オリンピックもこういう無観客で開催するという時代を迎えて、これは大きく世の中が変わってきて、大阪の経済状況も大きく変わってきている。観光業界も変わってきている状況の中で、依然としてコロナ時代の2年前の計画を推進していいのか、それに財政を投入していいのかという疑問に対してですね、当然私たちは都市計画審議会、あるいは大阪市議会でですね、再審議すべきだと。で、予算も計上は今年から一部されてますけれども、こうした見直しを全面的にすべきだということで申し入れいたしました。近日中返答があるということですので、この返答を待ちながらですね、この都市計画そのものに対して再審議、再検討をいただきたいという申し入れをしているということであります。先島と前島については、大きな財政投入をしています、埋め立てで。それに対して土地を整備をして、売却をし、あるいは賃貸をして、その投入した額を回収すると、こういう仕組みになっています。ところが夢島に限ってはですね、IR カジノ、あるいは万博が決定した段階、
でですね、計画された段階でその土地売却とそれから賃貸計画から全部ストップしました。含めて造成 IR 会社の造成も含めて計算しますと約6000億円と予想されます。で、6000億円をどう回収するのかというのが非常に大きな問題なんですね。公営会計自体が万博それから予想される IR カジノの利益のためにですね、収入が途絶えてしまって破綻をするという状況が起きますから、これ大変なことだというふうに感じます。お金の話なんでね、整理するためには2つの考え方がいるんです。馬場さんがずっと言ってたのは、その当初得られるであろうと思ってた収入、損益計算書ですけれども、ここの収入が全然得られへんねんやから、一体どうやって事業を継続するのっていう話、うん、からもう一つの6000億円という話は、財産と、借金の関係です。で、今ずっと造成してきたんだから借金が6000億円あるわけです。もともと170ヘクタールが売却予定地とされていました。そのうちの100ヘクタールがカジノに使うとか言い出したんですね。そうするとカジノは売却ではなくって35年間の年間24億5000万円、まあ、ざっくりですけれども、25億円ぐらいのお金を35年間、貸しますよ。これ大体1000億ぐらいしかないわけですよ。どない見たって誰が見たって借金返されへん話、こんなことをずっと黙ってもう、こうごちゃごちゃごまかしながらね続けていって、もう出来上がってしもうたんやからしゃあないやんということで済ましていいのかという問題なんです。この大阪万博っていうのは、この目的は SDGs の達成される社会っていうのを目的として開催された、開催される事業が成功したところでありますけれども、昨年の12月に出てきた基本計画、こちらの方を見ても SDGs についての記述がほとんどない。ざっくざっと見ましたが SDGs の方針が精神が全然引き継がれておりません。私君島懇談会の事務局をしております NPO 法人 NZ の武田と申しますが、NGO としてやっぱり SDGs を達成に貢献するというのであればきちんとしてほしい。そのためにどういうふうに SDGs に貢献できるのかっていう、その測る尺度の一つが環境アセスメントであり、持続可能性評価アセスメントとか、そのアセスメントになります。やっぱり SDGs っていうのは達成するには行政だけではできない、政府だけではできないということで、民間や市民団体、いろんなセクターがパートナーシップで一緒にやっていこう、それで SDGs を達成しようというのがもう大原則なんですけれども、そのためには情報公開というのは欠かせません。で、対話というのも欠かせない。そういうふうになっている中で文書で回答はできない。担当部局に事実確認をしようとして担当部局にすらつないでくれない。7月4日正式に依頼をしました。ようやく回答が返ってきたのは8月30日、2ヶ月経ってようやく、2日後の9月2日の面談で口頭で回答するから文書で回答しません、今後については検討しますっていうね、2ヶ月経ってようやく検討するっていう回答が得られるっていうぐらい、非常に情報公開パートナーシップの観点で非常に対問題ある姿勢だなというふうに感じています。このままではやっぱり10年前のミラノ万博、その前の愛知万博、東京オリパラとかでも ISO を実施しているにもかかわらず、いまだに導入を検討している段階っていう、本当に非常に後ろ向きな姿勢というので、このままではやっぱりカジノとビッグデータを作るために万博をやるふうにしか私には見えないというふうに申し上げて、私の発表を終わります。はい。